ウィーウィーウィー、オッケー、ショットガンないんですよ。見えない、オッケー、見て。そしてこれ1本見つけた。どうも皆さんこんにちは、テンバです。今回はですね、ウォーデンの体力のヤバさ、わかるといった、そういう動画ですね。1.19 でね、ウォーデン生活したんですけど、高さ320ですね、最高高度。ここからですね、落としてあげても、追いつかない、追いつかない、追いつかない。落としてですね、はい、こんな感じ、マイナス63のね、はい、岩盤というか、下、奈落なんですけれども、その高さでも、ね、こんな感じで生き残るというね、あの、化け物みたいな体力なんですよ。はい。こんな感じでね、鍾乳石。はい、これですね。こんな感じで、トラックリップストーンをね、引いたんですけど、これだとね、ウォーデン倒すことができるんですよ。見ていきましょう。上に落ちました。完成の。はい。こんな感じでね、倒れましたね。はい。ってことで、こんな感じで終わりまーす。また見てねー。今回紹介するのはですね、エンダーマンいるじゃないですか。エンダーマンはね、飛び道具系に全体に当たらないですね。トライゼントも、雪玉も。ダメージ食らえません。はい、じゃあですね、準備が再びできましたので、大量に出していきまーす。いきます。3、2、1。うわ、すご。お前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 。うわ、すごい。もう無理っす。のきようがありません。のきようがありません。のきようがございません。やばい。今回紹介するのは、濡れたスポンジを簡単に乾かす方法です。一般的にはですね、こんな感じで、石炭を入れて、こう、トマトでね、焼いて、乾かすわけなんですけれども、今回は、ね、簡単に乾かす方法があるので紹介していきたいと思います。はい、こんな感じで、このスポンジに変わり、また見せていくことができます。スポンジの適正ツールはですね、ダイヤモンドじゃない、普通のクワです。クワが適正ツールとなっていますね。はい。ではですね、早速、簡単に乾かす方法を紹介していきたいと思いまーす。これはとても簡単でして、ネザーに入ったら、置くだけです。こんな感じで、置くだけで、レザーは乾きます。石炭とかね、ない人はこんな感じでやってみてください。するとね、もうこんな感じで、レザーに一度置くだけでね、スポンジと変化しますので、みんなもぜひやってみてねThank you.
今回紹介するのはフォートナイトアドオンでございます。大人気フォートナイトのね、アドオンがありましたのでご紹介していきたいと思います。下に下に行ってもらうとですね、ここインストールと書いてあるところですね。この、この何々をダウンロードっていうところをするとこういうページに飛ぶんですけども、その下のここですね、これを押すと、まだまだ新しいページを開かれてですね、ダウンロードが始まりますね。始まらない場合はここが青いボタンになっていると思うのでここを押してください。ダウンロードできたので開いてみます。はい、ダウンロードできました。そしたらですね、このワールドの右のね、鉛筆マークを押してもらってですね、下にスライドしてもらって、リソースパックっていうところ、マイパック、フォートナイトアドオン有効化、ベヘビアパック、マイパック、フォートナイト有効化、続ける、遊ぶで。アイテムを見てもらえたね、ここら辺も見た目が変わってます。音も変わってます。じゃあね、こんな感じで動画終わりたいと思います。みんなもダウンロードして遊んでみてね。バイバーイ。今回紹介するのはロケットの作り方です。それでは作っていきましょう。動画のように、ブロックを設置して、この上にスライムブロックを、2、3、2、3、1、2、3と置きます。そしたらオブザーバーを下向きに設置。この上に粘着リストを設置します。そしたらその上にスライムブロックを1、2、2つ設置して、向きに気をつけてオブザーバーをこんな風に置いていきます。上から見て顔がこう上を向いていれば OK です。下に粘着リストを2つ設置します。じゃあ、その上にエンドロップをね、置いたら、完成でーす。発射方法は、こんな感じで、この下に、こんな感じで、置いて、火をつけてあげると完成です。こんな感じでね、ロケットのように飛んでいきます。みんなもぜひ作ってみてね、バイバーイ。